こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は阪神電車住吉駅を見に行きます。よろしくお願いします。このチャンネルでは駅を見に行ったり旅行の様子を動画としてアップしております。チャンネル登録よろしくお願いします。また動画の前半は地図を見ていくパートとなります。後半の方で実際の映像がありますのでね、概要欄にチャプターを作ってありますので、お好きなところから再生をお願いします。さて、それではね、地図を見ていくことにしましょう。今回見ていくのは、阪神電車住吉駅、所在地は神戸市東灘区となります。住吉といえば、確かね、JR の東海道本線にも同名の駅がありまして、このね、阪神の駅の北側にね、JR の住吉駅があります。まあ、駅の規模からしても、乗降人員からしても、全然桁違いでね、JR の住吉駅は、六甲ライナーもね、接続している非常に大きな駅ですし、駅ビルもね、立派なのがあって、すごいんですけど、まあ、この阪神の住吉駅は、まあね、昔の雰囲気が色濃く残ってるなっていうね、ほんとこじんまりとした駅ですので、私はこっち、なかなかね、味があるいい駅だなと思ったりしました。実際撮影に行くとね、はい。で、できたのはね、阪神電車の本線が開業したのと同時ということなので、1905年明治38年となります。さあ、それではね、早速古い地図を見ていくことにしましょう。はい、こちらがね、地理院地図の1945年から1950年までの地図となります。まあ、駅の位置は今も昔もあまり変わりないといった感じですね。この地図見るたびに、本当いつも言ってますけど、周辺は空襲がひどかったという感じですね。まだ建物が少しは残っているんでしょうけどね。この辺本当火災とかひどかったんでしょうね。はい。ちなみに JR の駅の方は、JR というか、この時だと国鉄でしょうか、商船でしょうか。はい。残ってますね。はい。で、この辺り、まあ、地上線から高架になったのは昭和4年ということで、この住吉駅自体も昭和4年に、まあ、駅がこう現在のような形になって、で、その昭和4年ぐらいの雰囲気が今でも残っているような駅だそうです。あ、確かにね、阪神の駅って今はこう高架になったところってすごくきれくて大きくてね、あの屋根もしっかりあったり、ホームも広いし、待合室もしっかりあるし、エレベーターもあるし、エスカレーターもあるしなんですけど、あの屋根はちゃんとありますけど、エレベーターもエスカレーターもありませんからね、この住吉駅はね。はい。さあ、こちらが1961年から69年の写真です。周辺はね、ほぼ住宅地といった感じです。この辺りは1974年と78年の写真。そしてどんどん遡って、こちらが2009年の写真となります。阪神電車駅間が短いっていうのもね、結構よくある話なんですけど、この阪神電車の住吉駅から、まあ、500メーターほど歩きますと御影駅となります。まあ、隣の御影駅はね、快速急行以外全ての列車が止まる非常に大きな駅なので、まあ、この住吉駅の周辺にね、住んでる方はこの駅を利用しているんだと思いますが、まあ、ちょっとね、出かけるんやったら、まあ、歩いて、ね、こっちからこうね、特急乗っていこうかなっていうのもあるんじゃないかなと思ったりしますので、まあ、住吉駅の乗車人員としては、まあ、かなり少ないような感じになっております。それではね、実際の映像で古い雰囲気を見てみることにしましょう。それでは実際の映像になります。まずは駅のね、南側からなんですけども、どうですかこの駅舎の雰囲気。まあ、建物がね、古いのはまあその通りなんですけども、ひさしのね、角が丸びている感じとか、そしてもうすぐ見えてきますけども、この駅舎からホームに上がる階段の丸い窓とかね、今はない雰囲気をしているなというのがわかるかなと思います。この道路先に行くと御影駅となりますね。まあ、初めて見た時ですね、駅の雰囲気を見てね、少し驚きました。あ、阪神の高架駅でこんな古いのが残っているんだという感じですね。最近どこもあの阪神の高架駅は綺麗ですもんね。こちらは延長したホームになるんでしょうか。
こちらは駅の北側になります。駅の北側はね、すごく近くまで、住宅があります。こちらは、まあ、バス停もあるんですけどね。まあでも道路は少し狭い感じですね。これまっすぐ行くと住吉駅の方向になります。それでは駅を見に行ってみることにしましょう。阪神電車住吉駅です。駅の出入り口はこちらの1箇所のみで、駅の東側にしかないんですよね。こちらの工事の囲いは前何があったんでしょうね。券売機でもあったんでしょうか。改札入ったら階段を上っていくと、正面にはトイレがありますね。まあこの中の雰囲気も少し古びた感じですよね。それではまずは上りホーム、梅田大阪方面から行ってみることにしましょう。こちらが上りのホームになります。駅の構造は対面式ホーム2面2線の構造となっています。まあ阪神の高架駅ではこういう構造結構多いですよね。まあでもどうですか、少しこの古びた感じ、そしてホームもなんだか少し狭いですよね。この柱の感じもなかなか今はないですよね、こういう柱ね。ホームにはベンチはありますが、売店や待合室のようなものはありません。まあホームはこの幅なら致し方ないといったところでしょうね。住吉駅は阪神電車本線の中では乗降人員が一番少ない駅ではなかったかなと思います。まあ、昭和の初期の雰囲気を残すシンプルな駅です。皆さんどうですか。それでは下り三宮姫路方面を見に行ってみることにしましょう。まずはホームに上がる階段なんですけども、外から見た丸い窓、内側からはこのような雰囲気になっています。南側にある階段は外からね明かりを取り入れていて、なかなか明るいいい階段になっていますが、まあ、階段は少し狭いですよね。ホームに上がるとご覧のようになっています。まあ、対面式ホーム2面2線、まあ、こちらのホームもほぼ同じような構造となっています。ホームにあるこの窓なんですけども、まあ当然ね開かないようになっているんですよね。まあ開けることができたらそれはそれで少し危ないなとは思うんですがね、しっかりとロックされていました。こちらは三宮方向のホームの先端となります。この直線の先、左カーブには三陰駅があります。それでは今回の動画は阪神電車住吉駅を見に来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。